はい、皆さんこんにちは、竹島です。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。今回もですね、病院通いや薬の常用をやめたい方のために野口整体と二度目整体を基本にしながら皆さんの健康に役立つ情報をお届けしていければと思います。久々の動画撮影でね、何してたんやってことなんですけど、僕自身が夏風邪をひいてしまいましてですね、今でもちょっとこうマイク通してこうやって声がちょっとおかしいかなと思うんですけど、ちょっと声がガラガラしてます。まだ結構喉にくる風邪をひいてしまいましてね、僕この声帯を勉強する前はよく扁桃腺腫らしてたんですけど、まさにそれと同じような症状が出てしまいまして、ちょっとお休みさせてもらいました。ということでね、今回はタイミングよく風邪の効用っていう話をちょっとしたいと思います。まずね、風邪の効用って、言葉がちょっと変でしょ。風邪に効用があるのか、風邪って病気じゃないのかっていうふうに世間一般の人は思うんですけど、特にこの野口整体と二度目整体では、たまには風邪も引く問題、引いてもいい問題みたいなね、そういうことを言ったりします。どういうことかっていうと、風邪引くっていうのは、世間一般では病気と思われてるんですけど、体自身がね、こう調整する、整体でよく言う偏り疲労とか、あと体の疲れっていうのをこう調整する、疲れを抜ける、疲れが抜けるように体がそういう熱を上げたりとかして食欲を落としたりとか、そういうね、風邪の症状を出して、調整してるもんだっていうふうに考えてます。なのでね、普段、風邪引きそうな感じの時ってあるでしょ。なんか熱上がってきたな、なんか頭痛いなとかね、そうなった時に、この整体ではね、足をしたりとか後頭部を温めたりとかして、よりその熱が上がるのを助けるようなことをします。で、そうすると熱がガーッと上がって、でしばらく、ちょっと熱が上がっている間はしんどいんですけど、で次熱がこう下がっていって、風邪そのものが経過できると、元通りすっきりしたというかね、以前以上にね、偏り疲労とか疲れが抜けて、偏り疲労が調整されて、また疲れが抜けて、すっきりした体に戻って、また元気に動けるっていうふうに言われてます。なんでね、野口先生、これちょっとこんな野口先生のこの台本の題名をちょっとお借りして今日はね喋ってるんですけど、こんな本がありまして、この中にねいろいろ詳しく書いてあるんで、またこれも折りを見て紹介していきたいと思いますけど、風邪もね、たまには引いていいもんっていうかね、引きたくないけど、もし引いてしまってもそんなにこう落ち込んないとかすることなく、風邪引いたら引いたで、自分の体がちょっと疲れてたんだなっていうふうに考えてもらってね、うまく経過すると風邪ひく前よりもより調子よくなるんで、そういうのもそういう考え方で皆さんも過ごしていていただけたらと思います。ちょっとね、声がガラガラしてて申し訳ないんですけど、今回はこれで、動画終わりたいと思います。またよろしければ高評価とチャンネル登録と今後も応援よろしくお願いいたします。